Platinum Bridge. 館長、どうしました？行きましょう、館長。ちょっと不安かも。線に入りたいわ。全力で行くわよ。セフヘッ、うっ、うっ、うっ、セフヘッ。館長、次のうっ、うっ、セフヘッ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 、セフ、思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃ。行きましょう。
よくせっ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 ちょっとせっせっはっうわぁせっ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 うわぁやられせっ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 チャージ完了。お待たせ。一緒に帰りましょう。眠い。ここで少し寝てもいい？何ぼーっとしてるの？館長。あいあいさ。
ーキュリー・メイ。キアナ。重曹ウサギ。聖魂、それは血を媒介とし世に伝わる力、文明存続の火種。聖魂にはまだ人に知られていない秘密がたくさん隠されている。ここはどこ？どうした？ここは八重村じゃ。初めて見る顔だが、どなたじゃ？行きましょう、艦長。進捗状況を確認できる。ここをタップすると任務の詳細が見られるよ。ちょっとここは任務パネル。任務の詳細が確認できるよ。ここは任務ターゲットの。これは任務をクリア。任務説明によると、まずは川辺に行って地面の道案内に沿っていけば任務。愛ちゃん、もう一つ秘密を教えてあげるね。艦長、この広い世界では移動を続けると誰よりも早く走れるようになるんだよ。ちょっと不安かも。このお方、どうして川から流れてきたのじゃろうか。まさか、もう、いや、まだ生きておる。呼吸があるぞ。すまぬが緊急事態じゃ、手伝ってくれぬか。館長と一緒にいると安心します。見て見て、あそこに八重桜ちゃんがいるよ。何をしてるのかな。早く行ってみよう。 NPC に近づいた時にこのボタンをタップする。温泉に入りたいわ。戦いに適した日和じゃ。このようにゆったりと休憩するのも悪くない。簡単な任務じゃな。寝たり。敵は見えないところにおる。切らせる艦長は良い艦長と言えぬぞ。
艦長、このボタンをタップすれば薬草を摘み取れるよ。了解です。薬草を摘み取ると回復アイテムを獲得するよ。試してみて。次の目標は何ですか。艦長、次の目標は何ですか。ちょっと不安かも。了解です、艦長。艦長、次の目標は何ですか。女の子に骨折。艦長、次の目標は何ですか。せっかっけっせいや。了解です、艦長。ちょっと不安。艦長と一緒にいると安心します。艦長、次の目標は何ですか。了解です、艦長。この紫色の箱は何じゃ。少女の中で光っている紫の箱こそが全ての悲劇の始まりだと、この時はまだ誰も知る由はなかった。起きて、元気出してください。艦長、
艦長、起きて元気出してください。艦長と一緒にいると安心します。疲れちゃった。温泉に入りたいわ。まったく、もうご飯を用意して。了解です、艦長。ちょっと不安かも。ちょっと不安かも。艦長と一緒にいると安心します。艦長、次の目標は何ですか？ちょっと不安かも。ここは譲れないわ。チャージ完了。
に進まないのか。見つけたぞ。ちょっと温泉に入りたいわ。セック